ラッシュとは英語で急ぐとか突進という意味ですが、テキサスホールデムだと連続で強い手札が来て何度もポットのチップを獲得している状態のことです。日本語だとつきまくりや流れが来ていると言い換えることができます。ラッシュ状態のプレイヤーに対して多くのプレイヤーは恐れる傾向にあります。特にあなたのチップが巨大な時に連続で勝ち続けると周りからあなたはラッシュ状態にあると見られ、恐れられます。もしあなたがレイトポジションで、前のプレイヤーが全員フォールドしているときは、たとえ弱い手札でもレイズをすれば、ラッシュ状態のあなたを恐れて、ブラインドポジションのプレイヤーはいつもより降りてくれる可能性が高いです。一方、ラッシュ状態にあるプレイヤーがいるときも、通常通りのプレイを維持することをお勧めします。ラッシュ状態というのは偶然のものであって、ラッシュ状態の人の方が良い手札が来ると考えるのは合理的ではありません。では実際にゲームの中でラッシュ見ていきましょう。ポーカーチェイスのランク戦を見ていきましょう。ギャンブラー光る現在 A のワンペアが揃っているので、ちょっと無謀な気もしますが、3500のチップをベットしたら、奇遇さん1500のチップレイズしてきました。フラッシュです。強いフラッシュは仕方ないということで今回諦めたんですが、次のゲーム見てください。これ面白いことが起きます。ちょっと早めましょう。さあ今回ギャンブラーヒカルはフォールドしています。キグさんまたまた参戦してるんですけど、実際とキグさん現在ラッシュ状態です。まあ、強い手札が来て何度もポットを取るのがラッシュ状態と言ったんですけど、つきまくってる状態のことがラッシュ状態なんで、たとえ強い手札ではなくても強い役が何度も来ている状態はラッシュ状態と言えます。見てください、奇遇さんフラッシュまた揃えました。いや、連続でフラッシュを揃えるのは奇遇ですね。ということで奇遇さんラッシュ状態と言えます。